ごきげんよう皆の衆。女王の研究報告じゃが、今回は前回より簡単じゃぞ。ゾンビが出なかったら楽なだけじゃがな。編成は定番といえば定番。1ページは壁と安い攻撃薬。2ページはステージに合わせた編成じゃ。敵のレベルは高いから、油断すると負けるぞ。今回悪魔と赤い敵が相手じゃが、そのくらいなら問題ないぞ。働き猫のレベルを2にしたら、敵を引きつけるのじゃ。ゴマ様と肩をしやすい赤い敵なら、このレベルでも対処できるぞ。デビル1が追い抜いてきそうじゃが、そうなると島では簡単に勝てぬ。様子を見ながら増援を選択。できれば島にはゴマ様倒してもらいたいが、手持ちと相談しながら出していくんじゃ。動きを止められるようなら射程で勝ってるキャラで応戦。毎度時間はかかるが対応できるならそれでよし。ここで大きく金額が増えないようなら、対策を考えていかないといかん。ゴマ様倒した上に働き猫のレベルもなかなかじゃ。できるだけ大型を出すのは控えて、城を叩いても衝撃波が出ないようなら出していくぞ。弱い段階で大切なのはマネージメントじゃ。何も出てこぬようなら壁を出しつつ大型。厄介な敵が出るようなら引きつけて倒すぞ。さあどうじゃ。赤い文太郎が出てきたから引きつけて倒すぞ。まともにやり合っても勝てるには勝てるが、しんどいから中央よりやや手前が理想じゃ。1ページを出しつつ金額を見ながら、こちらの戦力が敵に対してどのくらい効果があるか確認。今すぐ出しても対処は難しいので、金額を見つつ要相談。欲しいものがあっても我慢するのと同じじゃな。よし切れてるうちは時間稼ぎ。危なくなってきたら別の手を出していくぞ。結構金額に響いてしまったが、入金に合わせて消費していけば大丈夫じゃ。なお広がるみたいにいろんな敵に撃たれ強いキャラは、体力が低めに設定されてるから突破力の高い敵との相性は良くないぞ。地蔵はしばらく生産をストップして、文太郎より前に出てくるようなら出していくぞ。さて敵に対してこちらの収益は右肩上がり。少し多めにキャラを出して様子を見るぞ。なお赤い文太郎を倒すと、ものすごくお金が入るから、余裕があるなら財布のレベルを上げておくか。高額なキャラを出して無駄を減らすんじゃ。島を出し続けてるから、やや下がったがまだ安定はしておる。もうそろそろいけるんじゃね。ってことでリリンを出すぞ。攻撃頻度と発生が遅くても、射程で勝っておれば使えるぞ。女王の研究報告なんじゃが、ステージクリアごとに報酬がもらえるのが嬉しい。じゃが敵の出撃パターンを間違えると負けるでの。フェスが終わってから考えてもいいくらいゆっくりやるんじゃ。今回のまどまみコラボも楽しみじゃが、メルスとコラボも早く来てほしいのう。壁に張り付いたらムートを出すぞ。本来の性能は出せぬが、この中では一番攻撃力だけは強いんじゃ。劣化は城を攻撃できんから、黒キャスは意外と弱いんじゃ。更新さえ決まってしまえば、あとは実行あるのに、頑張って進めていくぞ。まだまだ先があるがここまで進めるだけでも大したもんじゃ。ご視聴いただきありがとうございました。また見るのじゃぞ。にゃーはっはっは、素晴らしい。